抑えるってことは考えてなかったし、締め日まで別にナンバーワン狙ってなかったんですけど、まあ、締め日近くになってきて、まあ、売り上げとこのテンポも上がってなかったんで、まあ、全然ナンバーワン狙える距離やったんで、思ったよりやったなっていう感じですね。まあ、和也さんが言ってたみたいに、まあ、せいやさんが、まあ、売り上げ上がるとか、実際でも結果的にこうなったんで、まあ、頭で考えて測れるようなところじゃないんかなと思いました。まあ、取れなかったのは、まあ、自分の甘さかなと。そのケンヤが定めてたハードルよりも僕のハードルが低くて負けたんで、もう言い訳なしに完敗です。自分の売り方っていうのをもうちょっと確立していって、まあお店に対する責任感もあるんで、まあいかに両立していくか。グループで一番のお店がクロバ大阪っていうふうにありたかったんで、まあそれにだんだん近づけるようにっていうふうに、まあみんなで頑張った結果、まあみんなの力っていうのがすごい大きい中、まあ、ナンバーワンになれたと思いました。責任感も強くなってきてると思います。胸張って、まあ、クローバー大阪が一番のお店ですよって言えるような状態っていうのを、まあ、僕が作っていけたら一番いいんかなと思って。立ち回りが変わったと思いますね。お店の中でこうどう動くかっていうところがうまくなったと思います。ああ、まあ買ったやろと、まあ、舐めてたかなと。まあ守りに行くよりもまあイケイケで、まあ、ガンガン攻めときたかったんで、なんか次の月のこと考えてとか、なんかしょうもないこと考えてたなみたいな。グループナンバーワンっていうのはもうやっぱりワンランク上の世界に行くための切符みたいなもんなんで、それをどう使うかですよ。グループナンバーワンやっていう名前をうまく使えれば一気に波に乗るでしょうし、まあ、道しるべとして後藤和也社長がおられて、その背中見て育った従業員が今のそのグループの礎になったりするんで、代表やから忙しいと思うのか、代表やから売り上げ上げやすい、まあ、その分まあ表裏一体なんで、それを武器やると捉えれるような売り方をできれば、代表にしか上げれない数字っていうのは絶対あると思うんですよ。プレイヤーとして目覚まします。すごい人やってるのは、まあ、目の前実感できるんで、やっぱり何の結果も出てない人に言われるよりもすごい結果を出してくれて、なんで結果が出てるかっていうのも見えてるんで、僕らはじゃあ尊敬もできるし、その人の一言一言が大きいんで、かっこ悪いとこ見せんよ、まあ、ユナイテッド行って変わったなって思われるよ。ラブホリックはまたラブレスともクローバー大阪ともユナイテッドとも東京とも多分違うんで、全く大阪がまあ去年と比べてものすごくまあ強いので、まあ、しっかり東京でワン、ツー、スリーまた取れるように日々邁進あるのみです。ラブレスでまあそのナンバーワンもずっと背負ってきてるんで、やっぱそのグループでやっぱナンバーテンに入らないと、下の子らに今見せる背中ってのがなくなってくるんで、まあ、そのグループナンバーテンに入るっていうのはまあ常に毎月毎月意識は必ずしてますね。どんな状況でも一部のまあお客さんをまあ掴んで、まあ、その顧客をいかにこう今後に増やしていくかっていうのがまあ鍵になってくると思うんで、やっぱ勝つためにはまあ顧客っていうのを増やしていかないとまあ勝てないんで、従業員増えてすごい助かってる部分って大きいんで、下の子らのまあ売り上げを上げつつ、まあ自分の売り上げも上げて、でまず自分がそうですね、まあ、そのグループでまあしっかりまあ、売上上位に折れて、まあ、下の子らに背中を見せれるっていうの、まあ、今ある数字よりもっともっとどれだけ締め日まで、まあ、自分の目標である金額に近づけれるかっていうところが、まあ、鍵なんで、まあ、そこら辺までやっぱり自分自身気抜かんと最後までやっていって、でそれでまあ結果蓋開けたら目標達成っていうことになれるように、まあ、お店が良かったから満足してたかなみたいな。スタッフも育ってそのハードルが低かったなって、俺もホストやと思って売り上げ上げてなんぼやわ、やっぱり一番って言われたいし、表彰もされたいし、目立ちたいし。7月は自分の誕生日やったんで、まあ、しっかり楽しむことに重点を置いて、まあ、来たお客さんに対しても、まあ、みんなに楽しんでもらって、まあ、応援してくれてる人っていうのが結構多かったんで、まあ、8月の感謝祭では、まあ、ナンバーワン取って、まあ、みんなで
喜びを分かち合いたいなって。そのまぐれの一番じゃなくて、まあ、しっかりとした一番が欲しいんで、ダントツ一番を、ね、取れるようにします。もう前しか見てないし、まあ、上しか目指してないんで、まあ、周りのお店がどんだけ売り上げ上げようがそんなに意識はしないです。まあ、自分のできることをやって自分の売り上げっていうのをしっかり上げて、気持ちに応えれるような動きっていうのをしっかりとっていって、まあ、結果ナンバーワンになれたら一番いいなと思います。I ain't got no money. I ain't got no money.